2021年3月12日ですね。全部終わりましたね。全部このお盆シートで新潟駅っていうあの看板はああいう感じでシートになってますね。こんな感じ。向こうにはクレーンがそのままいて、一番この左端だけね隠れてないけど、これはさらに追加するのかちょっとわからないけど、ちょっと行ってみようか。ここはね、まあ、仮設のまんま、特に変わり映えはないですね。バンダイ口 上からのね、上の脇からある程度見えるからちょっと行ってみます。特にこの辺の景色は変わってないかなと思いますけど、あでも間もなく壊されるんだろうな、あの辺とか作業員さんがなんかやってる、いるね、あそこほら、クレーンはあのまんまだね、今立ってるけど、ブームが下の方も作業してるね。いやーどうなるんだろうね、もう間もなく多分もう下の方、ほら下の方なんかもう解体が始まってる感じがするね。こんな感じでほら、あの柱がほらなんかタイルとかも剥がしてあって裸になってる感じですね。着々と進んでますよ新潟駅。向こうからも見たいんだけどちょっと時間がない。こちらの方もですね、こちらの方もまあやがていじるんだろうけど、まあ、所狭しと資材が並んでいて、あと工事の車両がいっぱい止まってますね。鉄板敷いてあって、まあ、トラックの出入りをこっちの方からしてるんだと思います。人がすごいね。こんな感じ。こっちには129系がいつも通り止まってますね。これなんだ、白新線だったっけ。前の方に今電車が走ってたけど、ちょっとギリギリ見えないね。パンタグラフだけがちらっと見えたぐらいですね。こんな感じ。までが突き抜けるのかちょっと場所もいまいちわかんないんだけど、まあ、正工事の延長が多分まっすぐ南口の方に抜けるようになるのか、ちょっとその辺はもうちょっとできてみないとわからないですね。この辺もどういう風に工程が行くのかいまいちわからないですけど、この屋根も外されるんだろうね多分ね、ちょっとまだわかんないけど。そしてこの屋根が何のためにあるのかちょっと未だには分からないですけど、ね、自転車置き場のような感じにも見えるけど、なんだろうな、まあ、仮設な感じだとは思うけど、屋根がこれねできたバス降り場のとタクシーのところの降り場のところの前にこういう屋根が今できてます。2021年3月20、3月12日現在ですね。はい、金曜日の夜新潟駅ですね。今日昼間10時半ぐらいにもう一回ね仕事でこの辺に来たんだけれども、昼間5分ぐらい、いや3、4分かな、動画回したんだけれども、その後来れなくて今7時半ぐらい新潟駅もう一回来ました。夜はね工事は全然してないですね。まあこんな感じ。ここもまあ工期が迫ってきたりすると夜間工事とかになったりもするんだろうかもしれないんだけども、今はね全然夜は工事してないですね。進んでない。この左側はもうずっと壁ですね。中どうなってるのかわからないけど、こんな感じでなんかなんて言うんだろう、絵が描いてあったりまあしてます。まあおなんかパフォーマンスしてたりしますね。人の手はまあ金曜の夜にしては大したことないかなって思います。このバスターミナルも大して並んでないし、まあ金曜の夜の7時半って感じではないかもしれないですね。人の出は少ない、圧倒的に。この辺はこちら JR の建物だけど真っ暗だね。もうこれも壊すんだね。あこんな感じですね。こっち側西口の方っていうかね、西側なのか、改札の方から見た新潟駅、
この大きな建物もみんな多分壊すんだと思います。下には資材がいっぱいね置いてありますね、建設資材が。こっちはもう何も見えないかな、ほとんど見えないですね。窓は開けちゃダメみたい。ここも昔電車走ってたところですね。そこホームそのまま残ってる感じ。もうでもそうですね、こちらの方も着々と工事は進められています。ほらこの辺もねやっぱり全部窓を開けちゃダメなんですよね。でガラスもやっぱり工事のせいかかなり汚いからあんまりわからない、わかんないね、ほとんどね暗くてね。夜はね、あでもあの桁の下あたりは明かりがついてるからもしかしたら工事してるのかもしれないですね。ちょっとわからないけど、あの辺。こちらは西口改札から出てきたところの、夜の金曜の夜の新潟駅でも、まあそれなりに明かりはついてて、まあ賑やかそうには見えるかな。人は結構出は少ないけど、まあこうやってお店なんかは、この辺なんかもやっぱり人が入ってる感じがするね。これがね、これから取り壊される駅舎と、左を見ると、まあそのね、なんだろう、繁華街と、まあ、ホテルが多かったりするのかな。その角のビルとかもね、いつか建て替えられるんだと思います。結構古いからね。あっちの丸竹ビルはね、新しくなって去年ぐらいに建て替えられたものですね。まあ割と明るくていいですね。ここはバスターミナルの屋根なんだけど、ここも多分全部取っ払って全てガラッとバスターミナルも変わっちゃいますね。こうやってバスが来て各方面ごとにバックしてこうつけるなんていうのはね、なかなか珍しいバスターミナルだったんだけど、これも全部変わっちゃいます。変わっちゃうんだと思います。電話ボックスがこんなに並んでるのもなんか珍しい。なんかこうあんまり見なくなりましたよね、電話ボックスって ね。あえてパフォーマーとかがいたり、まあある程度なんかこう金曜日の夜だなっていう部分は、まあ、あることはある。でもやっぱ人は少ないかなって思いますね。タクシーなんかはかなりやっぱり余ってる感じ。まだなんかまあ7時半ぐらいだからまだ早いのかもしれないですけどね。これは何なんだろうね、ちょっとまだわからないですけど、まあ今3月12日2021年の、まあ、進捗状況っていうほどのものでもないですけど、まあ撮ってみました。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。